2021年11月11日、2時半になりました。で今日は21世紀の朝鮮通信史、囲碁で誠を通わせ合う日韓トップ囲碁対局友の歩みということで、主に初期に深く関わった方々にお集まりをいただいて、座談会をしたいと思っております。3時から本番のインタビューが始まりますので、短い時間になりますけども、インタビューの後にまたお話をすることになりますので、よろしくお願いをいたします。時間のちょっともったいないので、このままですね、まず共有を解いて行きたいと思います。共有を停止します。それではですね、今日はあ、今共有は取れてますよね。まだ取れてないです。取れてないんだ。あ、私停止してもいいですか？はい、大丈夫です。はい、ありがとうございます。今日はですね、何人かの方々にお集まりをいただいてますけども、まず一番初めにですね、これをプロジェクトに関わった方が、上田博さんだと思うんですね。あ、上田さん、こんにちは。あ、上田さん、今、はい、上田さん、どうもこんにちは。ミュート解除しましたね。はいはい、ミュートは解除していただいて結構ですので。こんにちは。今日は自宅なので、普段着で失礼します。はい、ネクタイしてください。どうぞどうぞ。はい。上田さんからお送りいただいた資料でですね、2008年の10月に僕がこの構想を書いてることが分かって、そうなんだ、その頃から始まってるんだっていうのは分かったんですね。で、短い時間しかないんですけども、このプロジェクトに関わった時のエピソードとか、その後のエピソードとか、なんか心に残ってることがあれば、何でもお話しいただければと思うんですけども、よろしくお願いします。はい、実はこの番組があるということで、11年前の記録を復習したんですけれども、もともと北根さんと私知り合ったのは、共に囲碁を打つということがスタートなんですけれども、当時私が今日掲げられている自治体国際化協会っていう協会団体に所属をしておりまして、今日現在もう11年前のでもう辞めておりますけれども、当時地方自治体の国際交流ということを応援をするというような仕事をしておりました。で、日本と韓国の間にもたくさんの自治体交流があったんですけれども、そういうものをどうやったらより盛り上げていけるかというのがテーマでした。そういう中でたまたま囲碁と韓国との交流を縁をつけられないかという話があって、で、朝鮮通信史と囲碁に関係がないかということを結構一生懸命調べました。少し時間長くなって申し上げませんけれども、はい、実は日本の初代の本因坊の本因坊三佐っていう古い人が朝鮮半島の方と囲碁を打ったという記録が残っていて、それが京都の寂光寺というお寺さんに明らかな痕跡があると、うん、でその人がもしかしたら朝鮮通信史だったら面白いなということで、実は国会図書館の友人とか、あるいは日本史の学者さんとかに結構取材をして調べたんです。で、そうして分かったことは、実は残念ながら朝鮮通信史の人ではなかったらしいと、秀吉の時代に日本に何らかの形で捕虜として来ていた人が、その日本のトップ棋士であった三佐というか、和尚さんなんですけれども、その人と打って、で、国に帰国した後に思い出に変額を送ったということだそうです。で、その次に今度はじゃあ通信使が打ったことはないかということをいろいろ調べてみましたら、通信使は打った人がいるんですね。はい、ちょっと長くなった？いいですか？いいです。はい、朝鮮通信使側の記録の中に、その朝鮮から来る人たちはもちろんその踊りとか絵画とか書道とかですね、そういうこと の専門家もいるんだけれども、囲碁の専門家もいたというふうに記録がされている。それから
瀬戸内海を船で渡ってくるときに、瀬戸内海で潮待ちというか、まあ、あの船の行きやすい時間を待つために寄港するんですけれども、その途中で、地元の日本側の接待担当の班に、申し訳ないけど、あの囲碁打ちたいから5番差し入れてくれないかっていうことを言ったという記録があったらしいんですね。なので、朝鮮通信使が囲碁を打ったことは、まあ、ほぼ確実、それから日本と、まあ、朝鮮半島の方とが対局をしたことも確実なんだけども、正規の朝鮮通信使ではなかったらしいということが、うん、まあ、その時点で分かったということで、ちょっと今一つ達成感は80点ぐらいなんですけれども、まあそういう感じで、第1回の朝鮮通信使の前の、まあ、資料調べをしたというのが私の関わり合いでございます。以上です。ありがとうございました。確かの実際、国際医科協会に僕がお邪魔をしたときにですね、あれがやっぱり2008年だと思うんですけども、その朝鮮通信使の話をですね、あの僕にかなりしてくれたような気がするんですよ。日経新聞のあの脱炭のなんとかっていう連載小説があって、それを僕に教えてくれたりとかいうので、そのあたりからいろんな人のアイディアがですね重なってきて、まあ今日まで続いてきたというところがありまして、どうもありがとうございました。男女さん来てらっしゃいますかね。男女さん来てらっしゃいますよね。はい、男女です。ああ、男女さん聞こえますか。聞こえますよ、はい、こんにちは。こんにちは。ね、2007年に実を言うと男女さんに僕はお会いをしているわけですよね。恐る恐る全く初めての鴨の浦っていう場所にですね、まちづくりの応援に行こうということでもって後輩に誘われて行ったんですけども、はい、その時に本当に一人も知らなかったので、そういうことはよくあるんですけどもね、ある時に男女さんと巡り合って、それから先はですね非常に良い具合に、お力を得て進んできたような気がいたします。男女さん、あの、朝鮮通信使が始まる前の、あれから考えるとですね、14年間という非常に長い時間がかかってますけども、その中で何か印象に残ることとか、思い出とかあればお話しいただければありがたいと思うんです。はい、ですね、日韓囲碁トップ対局が始まったのもですね、こう21世紀の朝鮮通信使、新しい出来事なんですけども、やっぱりこれをですね始める土壌、まあ、北野さんのアイデアももちろんありますが、もっとですね深い歴史があったからともで、こういった事業が続いているんだろうと思います。それはですね、この前一回説明したことがあるんですが、江戸時代の通信使の文化をですね、ちょっと次の時代の文人、漢詩人の漢茶山という福山の漢鍋の漢詩人なんですけども、通信使の文化をですね後世に伝えようとして木楽等をですね作っております。そういったことの経過があってですね、ユネスコの記憶遺産にもつながっていったんだろうと思っております。でそういった中ですね、非常に画期的な出来事が、そういった江戸時代の通信使の文化検証活動がですね、驚くべきことに昭和15年、戦時中のことなんですけれども、広島県が通信使の遺跡をですね、県指定、文化財指定にしております。そういった友ではですね、通信使の文化を伝えようというですね、活動があったから、北根さんが来てもですね、通信使の文化をですね、うまくですねこの地に根付くことができた、新しく継承できていったんだろうと思っています。はい、全くそうですよね。正直言うと僕は2007年に、そちらに伺う前の2003年に、僕の後輩の向井本君から話を聞いた時にはですね、朝鮮通信使という私立を知らなかったんですね。うん、だから誠に申し訳ないんだけど、福山もあんまりよく分かんなくてですね、尾道と倉敷の間なんだとか言われて、あ、そうなんだとか言うんで、非常に福山市には申し訳ないんですけども、朝鮮通信使は僕は聞いたことがなかったんですね。ただ知っていくとですね、これはすごいなというふうに実は感じまして、江戸期の200年っていうのがすごいことだったというふうに思ってまして、そこからあとは
もう本当に、団長さんのお力を借りながらですね、借りながらというか、福山市の方々が本当に力を出してくれて、今日までこう続いてきたという、でそういう中で今回の、インタビューが、お申し込みがあったということで、本当に嬉しく思ってるんですね。はい。それではですね、おさむねさんが今、あ、ふみえさんではないですか。あ、いや、声が聞こえない。あ、ミュートになってます。あ、入った。あれ？声が聞こえない。あ、こんにちは。あ、こんにちは。ご紹介しますが、友の浦桜ホームの施設長の、はい、羽田です。こんにちは。こんにちは。もう14年間ずっと一緒にですね、はい、歩いてくださってありがとうございました。こちらこそありがとうございます。桜ホームの歴史にだいたいかなりこう、はい、沿ってますね。はい、解説の時からですから、おかげでいろんな人、北谷さんのおかげでいろんな人と巡り会えて本当に感謝しています。ありがとうございます。こちらこそ感謝しています。これまでで何かこう特にこう印象に残っていることとか感想とか何でも結構なんですけども、まあ言ってみれば創業者の方々に近いんですね、うん、今日の方々はね。で、はい、何を一番感じているのかを記録に残していただけるとありがたいなと思います。一番感じてるのはやっぱりボランティアの方でお二人が結婚友で出会って結婚してくださってその後も子供ができたら共にお連れしてくださったり、なんかそういう関係つながりができたことが一番嬉しかったし、私たちの介護を認めてくださるというか、そういうことが本当に嬉しくて勇気をいただいたし、本当に北谷さん、利用者さんが北谷さんの歌をすごい喜ばれて、介護の専門職じゃない方が自然に入ってきてくれて利用者さんと関わってくださったいうことがとっても嬉しいです。はい、なんかいっぱいあって、いっぱいあって本当にいろんな出来事があって、はい、はい、ありがとうございます。おさむねさんね、ごめん、ちょっと僕の方で電話が分かんないんで、僕の携帯に電話をしてくれると嬉しいなと思います。よろしくお願いいたします。それではですね、お電話かかってきた、これだ。じゃあ、おさふねさんに行きます。おさふねさん、今日はありがとうございます。おさふねさんがどういう場面で関わるようになったのかをちょっとお話しいただけますか。あ、北谷さん声が聞こえてない。あ、おさふねさんの声が聞こえてないですか。ちょっと多分北谷さんのパソコンのマイクのそばに今置かれてます。うん、置いてるよ。今聞こえます。聞こえてる？はい、これ今は聞こえます。聞こえる。はいはいはい。
そうなんだ。はい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 。帰るときに、ご会社で号打ちましたよね、確か。あの、おさうねさんは東京命のポータルサイトの幹事をされていたんですけども、そのあるときに僕が日韓の交流をやりたいということをつぶやいたらですね、はい、なんかすごいハウリングしちゃってるみたい。ハウリングしてる。あ、そうか。もしかしたら、なんだろう。どこ、テネさんとかですか、ね、これのとこ。一回。これが切れてるね。確かに。ハウリングしてるね。ですね。で、今、柿島さんからあのチャットで、あの、音声が割れ、あの、今ですね、おさがねさんお話ししてくださった、あの、声がちょっとあの割れてる、よく聞こえないので、あの、北里さん、ようやくお願いしますっていう。わかりました。おさがねさんと今、通信が切れてまして、ハウリングはなくなってますけども、おさがねさんにつぶやいたら、北里さん、僕、役に立ちますよって言ってくれたんですよね。それって何って聞いたら、その、当時、韓国東洋エンジニアリングという、会社の副社長を彼は知っておられたのか、その時もそうだったのかというんで、その前の会社の時代も含めて、もう韓国にもうしょっちゅう行っていた方なんですね。もう向こうで暮らすぐらいのことをしておられた方で、それで僕を応援してくれて、韓国のソウルに行ったのが2010年の4月です。で、上田さんもその時ご一緒しましたよね、ソウルに。で、向こうで出会ったのが、今ここに出てたらキム・ビョンスさんですね。キム・ビョンスさん、ありがとうございます。あの、3時からの話の中でも僕は申し上げようと思うんですけども、その、デイセンターに、老人ホームに連れてっていただいたことを僕は覚えてまして、そこでうちのバンドも一緒に行って、あ、バンドは一緒じゃなかったのかな。それで歌を弾き語りで歌ったのかもしれない。バンドも行ったんですかね。もう全然覚えてないんだけど、そしたら非常に喜んでくれて、それがすごく印象に残っていますね。うん。あまり難しく考えなくても良いんだということが分かったということで、その時以来、キムさんにはずっとお世話になってきました。ありがとうございました。はい、何か一言よろしかったら。どうも、あの、韓国のキムでございます。まあ、あの、日本語は流暢に喋れますんで、あの、ご安心ください。はい、もともとあの大阪生まれで、韓国に来て26年になります。で、その間、あの、私サクソフォンっていう楽器を韓国で教えてまして、で、視覚障害者のお弟子さんが、たまたま、囲碁の何か、あの、非常に
優秀な選手だということで、当初、何かあの大会があるということでなんで、友の浦の方である朝鮮通信使の、大会に私があの通訳を兼ねてお伺いした時に北野さんと知り合ったのが、きっかけでございます。それ以降あの朝鮮通信使 の, あのイベントの中で私があのサキソンという楽器をやりますので、じゃあ今度は音楽ででも、ぜひということで、交流をしていただいて今日に至った次第です。どうも皆様よろしくどうぞ。はい、ありがとうございました。そう、あの3時からお話をするんですけれども、このなぜこんなことを始めたかっていうきっかけだけでもですね、非常にたくさんの出来事があって、たくさんの方が、力を出していただいてますので、本当に簡単にはお話しにくいんですけれども、もしかするとナムンさんが来てらっしゃるんだな。ファンナムンソンセンニン、ナムンさん、まだ向こうには座ってらっしゃらないということで、はい、ですね、あの一番最初に関わったのが実は2007年の8月なんですね。僕たちはね、そうだ、はい、今ナムンさんからホストをくださいと言ってきましたので、どこにいるのかな、声が、はい、何としてミュートあ、これだ、まだ今だ、時々ですが大丈夫です。 OK、 共同ホスト、確かに一旦これ切るので、どうしようかな、まあいいや、一応共同ホストにしよう。それではですね、ナムさんいらっしゃったので一旦ここで録音を停止をして、そしてお気軽にどうぞ立ち上げたいと思いますが。